挨拶しない自由を主張した20代男性の本音とは。大炎上の真相に迫る。月月さんはもう顔出しして散々叩かれたので、と顔出しを承諾し、 SNS で挨拶は必要か不要か論争が白熱しています。彼は挨拶しない自由があると述べ、形式的な挨拶は不要と主張しました。この意見が SNS で大反響を呼び、賛否両論が巻き起こっています。ニュースのリクエスト募集中です。取り上げてほしいニュースをコメントで教えてください。みんなの反応としては、挨拶は大切だが強制するものではないという意見が多いです。少数意見としては、挨拶しない自由を尊重するべきだという声もあります。みんなの反応。わざわざ探して挨拶する必要はないけど、ドアを開けて待ってくれた人や道で挨拶してきた人には挨拶を返した方がいいよ。僕は挨拶するし、お店で買い物したらありがとうって言うよ。でもこっちが挨拶しても帰ってこないならもう話さないね。話す意味がないから、そういう人とは会わないんだよね。外国人でもお店で買い物したらお礼言うし、挨拶はどの国でも大切にされてるよ。大切にしないのは日本の若者くらいじゃないかな。ブラジルのお店でもみんな買い物した後にありがとうって言って帰るよ。それが礼儀だからね。挨拶したくないならそれでいいけど、その考えを他人に押し付けるのは良くないよね。多分 G 世代の一部の若者の考え方なんだろうけど、挨拶しなくて無視されてもそれは自分がしたことが返ってきただけだから文句は言えないよね。会社にいた人が挨拶できなくて孤立して辞めちゃったんだ。挨拶やお礼が言えるだけで周りと円滑にできるから、やっぱり大事だと思うよ。感謝や謝罪、挨拶は社会で最低限必要だよね。挨拶するかしないかは自由だけど、しない人は自分勝手に見えることが多いんだよね。合理的に考えれば挨拶は不要かもしれないけど、実際には必要なこともある。結局挨拶するかしないかは本人の自由だけど、その結果は自分に返ってくるってことだね。アラフィフだけど自由に生きてる感じ。もともと人の邪魔をしてまで目立ちたくないタイプだから、相手が何かしてたり話してるときは挨拶を控えることが多かった。社会人になってから大きな会社に入って20階くらいの自社ビルで誰が誰だかわからなくなって、挨拶も面倒になって辞めちゃった。最初は最近の若者は挨拶もしないって言われたけど、一緒に仕事する人とは自然に会話するし、仲良くなれば問題なし、仕事ができれば挨拶関係なく評価されるしね。今でもそんな感じだけど、バス降りる時とか買い物のレジでは礼を言ったり声をかけるかな。信号のない横断歩道で車が止まってくれたら歩行者は会釈するのがいいよね。感謝の気持ちを表すことで運転手も気持ちよくなるし、今後もちゃんと止まろうって思うようになるから運転の質も上がると思うんだ。挨拶ってもともとは相手に敵じゃないこと、不審者じゃないことを知らせるためのものだったんじゃないかな。動物も匂いを嗅ぎ合って情報交換して敵じゃないことを確認するよね。猫や犬が尻を嗅ぎ合うのもそのためだから、挨拶して無視されると違和感や気持ち悪さを感じて警戒するように脳にインプットされてるんだと思う。そう考えると挨拶しないことは社会で敵視されたり警戒されたりする原因になる。わざわざそんなリスクを負うのは賢くないよね。挨拶しない自由って言うけど、それはただの孤立だと思うよ。挨拶をしない自由があるならしなくてもいいけど、その結果どう評価されるかは自分の責任だよね。社内で知らない人とすれ違う時も会釈するかしないかで印象が変わると思うよ。こっちからおはようございますって言うとほとんどの人は返してくれるけど、たまに無視する人もいるんだよね。そういう時は挨拶して損することなんてないのになんでしないんだろうって思っちゃう。どんなに時代が変わっても人と関わらずに生きるのは無理だから、挨拶くらいは気持ちよくしたいよね。礼儀が先行しすぎる人が悪い例として巧みに人を騙したり、愛想はいいけど中身がない人が挙げられるって意見、ちょっとへりくつだよね。挨拶もしないでと言ってする人の方がよっぽど人を蹴落とそうとしてる感じがするけどね。ええってのは心を形や言葉にして人間関係をスムーズにするためのものだよね。挨拶はお互いに悪意がないことを示して意思疎通を良くするためにすごく有効だと思う。でも心の中の思いを隠して挨拶することもあるし、習慣や風習で挨拶の仕方や基準も違うよね。
相手の心を読まずに挨拶がなかったとか変だったとかで勝手に悪意を感じちゃうと礼の意味がなくなっちゃう。本当に大切なのは挨拶の形の後ろにある心を感じることだと思うんだ。私の職場にも超相手も挨拶しないで自分の机に直行する人がいるんだよね。あれいつ来たの？って驚くし、朝から嫌な気分になるんだよ。私が気づいておはようございますって挨拶すると驚いた顔して尺だけ。30代の人なんだけど何なんだろうね。朝の挨拶ってやる気スイッチ入るし、今日も頑張ろうって気持ちになると思うんだけど、いろんな人がいるから受け入れてはいるけど、正直仲良くなりたいタイプじゃないな。挨拶って面倒だけど、だからこそ大事なんだよね。今の時代、人間関係が薄くなってるから、挨拶が最後の砦みたいなもんだよ。仕事も一人でできることが多いし、家族と顔を合わせない日もある。自分に都合のいい人とだけ付き合ってると、視点や価値観が偏っちゃうんだよね。そうすると、自分と違う価値観の人を嫌うようになって、他人を理解しようとしなくなる。結局、他人との分断が進んじゃうんだ。挨拶一つできないようじゃ、人として生きていく意味がなくなっちゃうよ。挨拶にはいろいろな考え方があるよね。小学校の校門で子供たちが、おはようございますっていうのを見ると微笑ましいし、心がこもっていなくてもそれが人と人の潤滑剤になるかもしれない。ちなみに、私はコンビニやスーパー、バスで会計を済ませるときに、ありがとう、というようにしてるよ。言われて不愉快になる人はいないと思うし、挨拶をしない自由があると思う人はその信念を貫けばいい。いずれその見返りが返ってくるかもね。挨拶は強制するものじゃないけど、やっぱり大事だと思うんだよね。前に新聞のコラムで、ある識者が、挨拶は本能じゃないから、教育しないと身につかない、って書いてて、すごく共感したんだ。挨拶しない自由、って言うけど、その自由には挨拶しないことで損する面もあるってことを忘れちゃいけない。挨拶が本当に不要なら、そもそも存在しないはずだしね。人間が社会的動物として生きるために必要な所作があって、日本ではそれが挨拶なんだよ。自由を語るなら、法律を守らない自由だってあるけど、その結果どうなるかは言うまでもないよね。挨拶も同じで、どんな時にどんな挨拶をすればいいかは、子供の頃からの学校生活や社会生活で学ぶもの。でも、学生と社会人でその常識にギャップがあるなら、やっぱり教育が必要だと思うんだ。道徳や礼儀は内発的なもので外発的なものじゃない、とか、武士道や神道まで考える人がいるんだね。近所の人や職場の人に、こんにちは、とか、お疲れ様です、って反射的に言ってるだけだから、挨拶一つでそこまで考えるのはすごいと思う。でも、たかが挨拶一つ、されど挨拶一つ、っていうし、人間関係を円滑にするためには挨拶は絶対にした方がいいよね。たった3秒くらいの一言だし。彼は挨拶をする人だけど、私だけの挨拶は無意味だと思ってる。本当にしたいと思ってする挨拶じゃなきゃ、しなくていいって考え方。これも一つの自由な考え方だよね。真の個人主義って感じで、他人の自己も尊重するってこと。形じゃなくて本質を重視して、教養じゃなく自発性を大事にするっていう、綺麗な考え方だと思う。彼の考え方に共感して賛成するよ。挨拶しないのに仲良くしてくれないって悩むのはおかしいよ。自分の行動に責任持ってどうなるか考えようね。損得考えずに挨拶してたし、職場ですれ違えば挨拶するし、ドア押さえてもらったらありがとうっていうのが普通だと思ってた。こういう人は一人で生きていけると思ってるんだろうけど、コミュニケーションは大事だよね。前の職場で挨拶しない人を上司に言いつけて注意させる女性がいました。そこまでするって思ったし、ちょっと怖いなとも感じました。でも挨拶はコミュニケーションのクッションになるから使うべきだと思います。次世代を担う若者も礼儀やマナーを無視して好き勝手するのは良くないです。簡単な挨拶でも気持ちがこもってないと決めつけるのも良くないと思います。要するに、気持ちがこもってない形だけの挨拶ならいらない。挨拶は個々の心遣いだから強制されるべきじゃないって言いたいんですよね。なんで武士道とか徳とか大義語の法とか持ち出して長々と話す必要があるんですかね。そもそも普段から武士道を意識して行動してる人なんてどれだけいるんですか。武士道は人と動物の違いの一つは言語による明確な意思疎通です。
挨拶はそんな言葉を使う人間の言葉による意思疎通の準備運動みたいなものです。また自分がその日にいることの表明でもあります。挨拶ができない人間は人間社会において情けないことです。そしてその人の性格や精神状態を見抜く手段でもあるから、しないならそういう人間だと見なされるだけの話です。実際挨拶ができない人は人格に問題があることが多いです。徳藪指導とか論点がずれた話を持ち出してしなくてもいいという結論に至ること自体がおかしいです。当チャンネルの意見として、挨拶は社会生活において重要なコミュニケーション手段であり、形式的であってもその価値は大きいと考えます。挨拶を通じて信頼関係を築くことができ、円滑な人間関係を保つためにも必要です。単語解説、インプレッション。インプレッションとは、広告やコンテンツがユーザーに表示された回数を指します。ウェブサイトや SNS での広告効果を測るために使われる重要な指標です。